はい、皆さん、こんにちは。ゆカジェネレーション大変のミ幹三でございます。いつもチャンネルご視聴いただきまして、ありがとうございます。<laughs> はい、企画部の池田さくらです。よろしくお願いします。<laughs> 慣,れ慣れてきた。<laughs> <laughs> はい。あのー、ゴールデンウィークですね。これが上がる頃にはどうだろう。もう、俺、私たちは。ゴールデンウィークは終わってるから。はい、しっかり今日も。皆さんのために。 取らしていただきましょう。はい。はい。今日もなんかね、誰かの何かの役に立てればという思いで、えー、質問に答えていきたいと思いますが。はい。じゃあ、何かありますか。はい。質問ですね。はい、えっと、お客様の定着率を維持するために、大切なことや工夫できることがあれば、教えていただきたいです、うんうん。うん。いい質問ですね。でも、これはちょっとね、十分十五分じゃ取れないかな。なんか、なんか。あのー。 まず、ね、前提条件なんですけどうん、うん、あのー、定着率に意識が向いてない業界だなっていうふうに僕は感じ,て感じた19年だった<う>あのホットヨガさんとか大手のスポーツクラブさんとかは定着率のみもうめちゃくちゃ気にするわけよ。<う>うん、あのその次に大事なのは入会率とかねうん、うん、でも定着継続率にやっぱり重きを置くわけよ。 で,でに対してあのヨガの世界は何に重きを置いてるかって言ったら新規にばっかり重きを置いてるんだよ、ねうん、で僕はずっと言うじゃん「集客なんてどうでもいい」って、まあ、乱暴なことを言ってざわつかせるじゃん、はい、セミナーとかでも。はい、<laughs> 本当にどうでもいいんじゃないのと思うんですけどどうしてもやったことない人っていうのは「新規が新規が」。 新規がっておっしゃるの。うん、これはフリーの先生だけじゃなくて、スタジオのオーナーさんも言われる新規が新規が新規。いや、でもねって、じゃ、新規来たら、その新規が新規が新規がって言ってる先生のね。スタジオとかコミュニティはうまくいくのかね。うん、ここって皆さんどう聞こえますか。新規が、例えば、毎月ね、三十人。もう毎月毎月三十人来たとしてもだよ。うん あこのスタジオ素敵通いだそうって思う人が0人だったら毎回30人新規来てるのにずっと新規が新規規ががって言わななきゃいけないけよだけど僕が、まあ、前回の動画でも言いましたけどうまくいってるスタジオさんってたくさんあるんですよ。でうまくいってるスタジオさん現存するスタジオさんの共通項が1個だけあるとすれば新規募集してないよね。 すんごい荒く新規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 今月も新規30人40人絶対ねとかっていうふうにやってるところはほぼ見ない。なぜなら新規が来ないわけじゃないのよ。こっちから新規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 ってやらなくても。 来ていただいてる既存の生徒さんからの紹介とか、うん、既存の生徒さんに対してお友達紹介キャンペーンとかを仕掛けたりとかそういう口コミとかで広がって新規は来るんだけどスタジオから野心的になんか試作でなんか新,規新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 規ってやってる人はあんまりいないかな。 要は新規じゃ「新規じゃ新規じゃ今月も新規の目標どのようにないやってんだとかってなってるところに限って、うん、毎月新規「新規新規」ってやらなきゃいけないから新規地獄にこうかなもう入り込んじゃってる。うん、でこれって何でかっていうと定着しないかからわるよね、うん、だから、まあ、前提条件としては定着率に目がいくもっと。うん うん、その新規,新規体験者数も大事なんだけど定着率の方により重きを置くだって定着率っていうのはあなたのヨガの指導を評価されたから定着するわけじゃん、うん、定着しないってことはあこのクラス良くなかったっていう判断をされるからもう二度と来ないわけじゃん、うんうん、だからなんか定着率を上げるためにって言われるとこの10分で別に何だろうな 語り尽くせないよね。うん,うん、うんうん、なんかまあ最初結論は定着してもらうために考えうること、うん、考えれることを全部やりなさいと。うん、じゃあ定着率を上げるために何考える？えっとまあ生徒さん。うん。 とのコミュニケーションを大切にして、うんうん、まず一つじゃあ生徒さんとのコミュニケーションを大切にしなさいよ、うんはい、<laughs> しなさいよってな,なのにクラス終わったら「お疲れ様でした」っつって送り出してるってなったら言ってることでやってること違うよねってじゃあ他にない定着率を上げるために何,何考える桜だったら、うん 手紙か、なんかすごい、<laughs> あれだね、ウェットな戦法を思いついたね。<laughs> いや、だ、だったら、手紙でもいいよ、だただ。 変な手紙はなんかざわつくだけだぜ。なんで、でね、なんでこの前初めて行っただけのスタジオから手紙が送られてくるのなんか気持ち悪いんだけどとかってなるケースもあるじゃん。かだからその手紙はライトなものなのか、まあ誕生日とかだったらね、本当に手紙でもいいのかもしれないけど、なんかちょっと受け取り手によってあれだから、でもまあ大事なのは手紙とかね、絵はがきにちょっとメッセージ書いてとかっていうのは、考えたんだったらやれよっていう話なんだよ。他にない えっと、やっぱり効果を実感していただきたいのでうん、うん、確実に、うん、まあちょっと難しいことかもしれないけど、うん、効果を感じてもらえるような,、うん、なんかあれをレッスンを提供するそそうだよね。そこもやっぱり考えなきゃいけないんですよ。うん、要するにあの前者2つはクラス外のことじゃん。うん、確かにでしょクラス 始まる前始まる後に個々人でコミュニケーションを取る生徒さんが帰られた後に何かお手紙とか絵はがきとかを送るっていうのはクラスの中じゃなくて外のことでしょで今3個目に言ったのはクラスの中のことなんだよねだから中のこともやらなきゃいけないんだよで外のこともやらなきゃいけないんだよで今言った時にうんって考えながら3つ絞り出した感じを受けたんだけど3つなだけなわけねえだろという話なんですね結論はい お暇な今日この動画見られてるヨガ運営者いらっしゃったらこの動画終わってからノートにそうだね10 30分以内に30個出てくるる子は才能あると思うだけど10分考えてさくらみたいに今さっきみたいに4つぐらいしか思い浮かばないってなるとちょっと心配その子は何をどうやっても定着率上がらない可能性があるからそれはちょっと気づき与えてあげるから僕 あの一緒に話そそうよよっって言ったわけで,、うん、でもそんなな人いないよおそらく10分で30個ぐらいわーって書き殴っていいからあのや書き出してください。でそれをより定着率上げるために効果あるだろうなっていうものを1位から30位まで全部並べて優先度高いものから全部消していく。うんうん、消していくっていうのはやるってことね。でそれで、ね、定着率が対前年比とか対前月比 より下回るんだったら、僕のビジネス講座来て。あの、もう一回一から勉強したら、きっとできるようになるから。で、あの、何も難しくないと思います。それは。あの、クラスで、クラスの中でできることっていうのは、あの、コンテンツ。サービスの品質改良につながるから。僕では何か、いい話をできないかもしれない。だから、皆さんの師匠。あなたにヨガを。 定期的に教えてくださる師匠に相談して自分のブラッシュアップを図ってくださいだけどクラスの外でできること、うん、対人対人の部分はやれることたくさんありますから、うん、あの僕のアイデア使わなかったとしても自分で考えれることあのこの生徒さんのためにできることみたいな感じでやるとまあ30や40すぐに書き出せるはずですよ、うんうん、なのでその書き出された項目をやり切るみたいなことを まあ、期間設定してやられたらどうなのかなというふうに思いますけどいかかがでしょうか、はいあのー、実際30個みたいな大げさな言い方しましたけどここのスタジオのオープンまあ今夜一クラスしかないじゃないからヨガスタジオと呼べるのかどうかもちょっと怪しいところなんだけど昔はね少なくとも夜に2クラスあって、うん、まああのー、割とかなり。 まあ手前店なんですけ盛り上がってた時期があってその時見た景色っていうのはさあの定着率まあ僕らもねスタジオ運営者として上げていかなきゃいけないってなった時に何をしたかって言ったら僕らはまあ中のことをブラッシュアップしたいんだけどそ,のそれって先生に起因するというか先生にマターになるから僕らは徹底的にクラスの外でできることを徹底しようとで中でできることは先生と相談しようっていうような取り組みをしていや すごい数字上がったよ<ー>3ヶ月もかからなかった、うん、なので、まあ、実はスタジオの復権の秘密とかねスタジオが盛り上がる秘密っていうのは実はもうすぐ近くにあってあなたの中にもう答えは出てるのかもしれないっていうところで是非、うん、頑張ってください応援してますのでいかがですか、はい えと今さっき急に振られてすごく、うん、あの真っ白になっちゃったんですけどまあ別にねさくらは今先生でもないからやったことないことに対してイメージ湧かなくてもしょうがないんだけど、うん、まあよく考えてみると、まあ、ヨガのことでちょっと難しかったらそれ以外のこと、うん、自分が今何かに通っていた教室でなんで通ってるんだっけっていうところを まあ振り返ったらそこにも三木トが最近隣駅でもうこの実は2週間で4回通ってる居酒屋さんがあって週に行ってんだよね 1>, <う>1人で <laughs> 1杯 <laughs> だけ飲んで帰るんだけどそこは何で通ってるかって言ったらご飯の美味しさはさることながら、うん、そこは僕が退店するどのお客さんでもそうなんだけど退店する時にスタッフが全員で手振ってくれる。 えーすごいありがとうございましたってでそれがすごく自然な手の振り方でで、僕が3回目1週間で2回行って次の週にもうまた3回目行った時に「ありがとうございます」ってすごい先週もみたいな覚えてくれててあ<ー>「ありがとうございます」ってそれが嫌味じゃない感じではい、はい、こうやって手をみんなが振ってくれるそれで僕帰って気持ちいいなってで僕もうでに2人友達に紹介したから。あ だから集客しなくていいじゃん。確かにということですね。是非、はい、できることたくさんあると思いますのでよかったらやってみてください。それでは皆さんまたお会いしましょう。では,では